最初の脱落者が出ちゃったね。先生としても残念だよ。可愛い生徒が死ぬなんて。ハンドレッドノート。ユイト、気持ちは僕だって同じだよ。でも今は。ああ、分かってる。この馬鹿げたゲームを終わらせる方が先だからな。さあ、次の授業を始めようか。体育館の端に机と椅子が用意してあるよね。みんな着席して。あれか、学校にある普通の机と椅子だよな。体育館にあるべきものではないが。ここは廃校だ。準備をする時間と余裕はたくさんあっただろうしね。ほら座ったぞ。僕らはどうすればいいわけ？次は算数の時間だよ。はあ？机の中にプリントが入ってるでしょ。これだな。数式が書いてあるね。解くのが不可能って感じの問題じゃなさそうだけど、量が多いな。表面に書かれた問題を5分以内に解く。そして答えを壁際に設置されたパネルに入力してね。ここに来て普通のテストかよ。なんだこの音。さあスタートだ。ちなみに今体育館に流れているのは有毒のガスだよ。まずい、息を止めないと。でも大丈夫さ。正しい答えが入力されればガスも止まるからね。死にたくなければ急いで問題を解くことだ。でももし間違えたら気をつけてね。ん？1、2。まずい、俺ら戦力にならないかも。問題は難しいけどこれなら。大丈夫そう。できた。念のため俺が解いた答えとも照らし合わせておこう。はい、よし、合ってる。これを入力すれば。おめでとう、1問目は見事正解だね。さすがヒサ。まあ問題自体は学校で習った範囲だったし。マジ見覚えなかったけど。真面目に授業聞きなよ。それなら次はどうかな。まあ1問で済むはずないか。さあ生徒諸君、机の中にある2枚目のプリントを見てみよう。裏までびっしり。これ全部が問題？次の問題は30秒以内に解こう。でないとクリア条件はさっきと同じだよ。さあ急いで。いけるか。解き方はわかるけど計算自体に時間がかかるから30秒なんて無理。この問題無駄に手数がかかるように作られているな。生徒の皆さん焦っていますね。ですが安心してください。クリア条件はもう一つあります。それは仲間の一人を生贄にすることです。はあ？そんなのもっと無理。なるほど、そもそも解かせる気はなかったわけだ。こっちの生贄が本命ってことね。悪趣味なやつ。つうことはそもそも。そうだな、真面目に対応するだけ無駄だ。じゃあ別のやり方があるのか。ああ、ガスの流入場所を壊す。え、そんなあり？試してみればわかるだろう。うわ、いいのかよ、んなことして。しゃあな。だが結果として流入は止まっただろう。最初の問題ギリギリ解ける程度の難易度に設定されてたもんね。あれで真面目に解けばクリアできると思わせた。そしてこういう強引な手段があることに気づかないように誘導したんだ。じゃあ真面目に解かない方が正解ってことか。趣味悪いな。2問目のクリアおめでとう。さあ次は3問目だよ。プリントを解く準備をしよう。まだあるのか。いや待って、3枚目のプリントには何も書いてない。はあ？それじゃ解くも何も。まずい、ガスが。壊すのがありならこんなゲーム成立しないからね。運営からのペナルティーじゃないの。だとしても問題はない、むしろいい機会だ。それ懐中電灯、何に使うつもり？合図だ。なんだ窓が。おい大丈夫か。ああ、ずいぶん合図が遅かったな。外からの侵入に危険がないか確かめていた。その様子だと。お前ら確か。ああ、レコーダーだ。連絡もつかんから心配したやろ。
ゲームが始まった途端外界とは隔絶される。ま、お約束ではあるよね。まどかさんがご無事で何よりです。しかしそこの死体は。ここで見つけたんだ、彼こそが。もしかして俺らが探し取った連続殺人犯か。確かに着てる服が情報と一致しとる。それだけじゃないけど、ま、今はいいや。はっ。へえ、授業になぞらえたゲームか。首謀者はどこにいるんだ。何よりそいつは何の目的でこんなことを始めたのか。動機は知らんが、大方の目算はついた。何のだよ。決まってるだろう。このくだらないゲームを終わらせるのに必要なことのだよ。見てくれてありがとな。面白かったら他の動画も見てくれよ。チャンネル登録と高評価もよろしく頼む。ああ、あれなんだ。お前もちゃんと言えよ。